ハロー、アサギーニョです。ついに結婚式が始まります。1年半ぐらい前から動き始めて、ようやくといった感じで今、準備中です。こんな感じで、じゃーん。この最近このサーモンピンクっぽい色がめちゃくちゃハマってて、かわいいお花を用意していただいて、ここが会場です。こっちはサブというかメイン会場はこっちです。あー、やっと見つけたんですよ、この会場。じゃーん、ここです。ここでやります。いやさ、結婚式ってさ、ずっと子供の頃から憧れはあってんな。そう、結婚式というものにはさ、ずっと憧れててんけど、想像上回った。まだな、やってないけど、こんなにワクワクするんだっていう、人生でも最大かもしれない。やばい、ワクワクしすぎてもう怖いもちろん、サプライズが成功するかどうかっていうドキドキもあんねんけど、やばすぎる。で、結婚式やろうって動き始めてから1年半準備してきたんやけど、その準備もめっちゃ楽しくって、なのでこの1年ぐらいどんな動きしてきたのか、どんな準備をしてるのか、みんなに見てもらおうと思います。どうぞ。2022年9月17日今日は、結婚式の会場の下見に来ました。たくさん回ってきたんだけど、ついに見つけたかもしれない。ここが式をする場所になります。なりますとか言ってまだ決まってないけど、ほら、本当にブドウができてる。収穫のおじいちゃまおばあちゃまがいらっしゃいますが、ここで式ができたらいいなーなんて今妄想してます。ここでちょっとティーパーティーっていうか、可愛い空間をここに作りたいなと思っているんですけど、私の結婚式の理想はアリスのティーパーティーみたいな感じで、ファンタジーな世界観、バイオリンを弾いてる人とかがいて、みんなが踊り出したくなっちゃうような空間を作りたい。花火とかあげたいな。この時の私はまだ知りませんでした。1年後この場所で想像をはるかに超える結婚式が行われることを。今からウェディングの打ち合わせです。結婚式からこっからもっとファンタジーが広がってて、ここからが始まりっていう、そんな本当に愉快な式がしたいです。サプライズをめちゃくちゃしたいです。とってもやる気が満ち溢れてきました。ありがとうございます。いただきます。アメちゃんもらった。研究失敗の日、フランナーさんの提案で、ダンの実家が農家なので、そこで採れたピーマンの葉をお茶にしてみようという試み。よろしくね。会場が決まったらすぐにドレス選びを始めたんですけど、この時間めっちゃ幸せやった。なんか自分がさ、ドレス選ぶ日が来るなんて、ドラマとかでしかこういうシーン見たことなかったけど、めっちゃテンション上がりました。なんかさ、ドレスってさ、着る機会ないからさ、こんなたくさん試着させてもらえて、なんかめっちゃ嬉しかった。結局どれも可愛かったんだけど、オーダーメイドで作っていただくことになりました。お疲れ様、ありがとう。ドレスのイメージが決まったら、すぐに頭につけるヘッドピースを考え始めました。どうしてもパールを使いたかってん。で、ポピーの仲間のノリにお願いって言って作ってもらうことになりました。おはようございます、よろしくお願いします。なんとマジでこの中伊豆ワイナリーで結婚式ができることになりました。本番は10月6日、私の誕生日に予約することにしました。ダンは畑のビニールが気になる様子。いや、どうですか、ビニール。まあ、なんかね、ブドウ畑のね、ビニールシートが引いてあるんだって。引いてあるっていうか、かぶさってる。これはね、どうしようもないから、どうしようかなって話してるとこです。
ではコンセプトを発表します。子供に戻る。改めて今回の結婚式のテーマを言葉にしてプランナーさんに伝えました。 Be a kid again、 みんなで子供に戻ろうがテーマです。こんにちは。ダーの希望もあって、なんとお馬さんに協力してもらうことに。そしてこのラングラー君にご指名入りました。次は披露宴、パーティーのドレスを考えます。相沢美希さんにお願いしてウサギのドレスを作っていただくことになりました。なんでウサギなのかっていうのは、まあ、またこの後で。今日も結婚式のミーティングです。3時間、トータル3時間のパーティーなんですけど、ねえ聞いた？3時間ってもう一瞬やで。でね、うちね、ほんとやりたいこといっぱいあるからさ、もう一から作り上げる結婚式なわけで、なかなかそういう会場とかプランナーさんとか見つけられなかったんやけど、ようやく巡り会えたのがテイク&ギブニーズのオートクチュールデザインの皆さんに、もうほんとにオーダーメイドで作っていただくことになりました。はい、ここから楽しい楽しい時間が始まります。色の組み合わせを考えるお時間です。テーブルの、テーブルセットが結構空間のほぼを占めるからさ、イメージがかなりここで決まってきます。私はいつも全体の色合いがどんなトーンなのかをまず決めてから細かい色の組み合わせをしていきます。今回は空間のテーマがロマンチックポップなティーパーティーっていうのがテーマやから、いつものポップよりももう少しロマンチックさ、甘さみたいなのを出したいなと思います。黄色はかなり少なめで、キュン、かわいい。これ大変だったでしょ。これめっちゃ大変でした。タイピング、はい、これはね、フィナーレのドレス、最後に着るドレスやから、これでお手紙とかも読む。これ最高に可愛い。ひらめいて、これは面白いパズルみたいな。本当にパズルみたい、うん、ね、気づいた？ドレス3着とも全部真っ白にするんです。いつもポップで色を使うからさ、ウェディングはちょっと白にこだわりたいなと思ってそうしました。でもね、全部全然イメージも違うし、素材も違うし、もう全然違うから楽しみにしててください。花さんとは本当に私 YouTube 始める前からね、大昔から仲良くしてさせてもらってて、本当に9年前とかですよ、うんうん、すごい、すごい、すごいつながり。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、新郎新婦入場です。野上さんと阿部さんです。テイク&ギブニーズのオートクチュールデザインのお二人です。今年は式もあるから絶対に日焼けしないと、固く誓ってこの格好です。私人生で一番日焼け対策頑張った。飲む日焼け止めも塗る日焼け止めももうね、全力尽くしたで。これは今お花のバランス考えてるんやけど、お花って私大好きやけど詳しくないからさ、こう言語化するの難しかった。どういうお花が好きでどういうバランスが好きなのか、うん、あと今回ロマンチックっていうのをさテーマにあるから、甘めのお花選びたかってんけど、色とかでもなんかお姫すぎるのも違うかなっていうので、ちょっとそのバランスいっぱい考えました。プチギフトの今ボックスの色を決めてます。こういうの、こういう時間がマジで私大好き。小物の色一つで全然イメージ変わるから楽しいよな。本番に向けてラングラーも一緒にリハーサルしました。もううちらとも 2,3 回してるけど、個人練習もしてくれてるらしくて、もうたくさん協力してくれた。バキュン、やっほー。今から私肩ボトックスに行ってきます。カッチカチやねん。カッチカチやぞ。これ見て、ここがさ、こうやってプンってなくなったらさ、めっちゃ綺麗そうじゃん。こう、痛いか、痛いかな、痛さが怖い。よく考えたらさ、うち肩が出るドレス一つもなかった。リラックスしてください。ちょっとびっくりしましたね。はい、マジで私痛がりと怖がりすぎてさ、もう人生損してると思う。1週間くらいから効果は感じていただけると思うので、全然痛くなかった。めっちゃ怖がってたからさ、痛そうに見えたと思うけど、今までのなんか全ての注射
の中で一番痛くなかったかも。みんな聞いてください、ようやく言える。私が動画でもいつもさ、ニンのバター大好きって言ってるやん。今回コラボで新しいフレーバーを引き出物のために作っていただくことになりました。めっちゃ美味しいです。今回作ってもらったのがラズベリーと紅茶のバター。空間のテーマがティーパーティーだから紅茶を入れていただいた。でね、もともと兄さんが洋梨バターっていうのを出してるんだけど、これが一番美味しくて大好きで、それとセットにすることで赤と白の紅白の引き出物になりました。めっちゃ美味いですね。これ美味しい。いや、なんか改めて改良してくださってありがとうございます。森梨に最高に美味しいから、大好きなゲストのみんなに食べてもらうのが超楽しみ。お願いします。なんと試食会というものがあるんですね。結婚式のゲストに食べてもらうご飯を選ぶ試食会です。ダンと別々のコースを頼んで、あ、これはこっちにしよう、あ、これはこっちの方が美味しいなとか言って決めていきました。でも、まあ、全部美味しいからさ、もううちのうちらの味の好みで選びました。あ、でここワイナリーなのでブドウジュースいただきました。結構結婚式最初の乾杯ってシャンパンやねんけど、ブドウジュースにしようって言って、あんまりお酒飲めるメンバー少ないし。やっほー、完成したウェディングドレスを見に行きます。受け取りに行ってきます。はい、あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。お願い。うわ、美しい立体感。大丈夫ですか、苦しくない？はい、大丈夫です、はい、完成しました。綺麗すぎ肩綺麗すぎ。こんな綺麗なボリュームありますか。この前からもうめっちゃ綺麗ですけど、後ろのバックシルエットがめちゃくちゃ綺麗。わー、かわいい。嬉しいです。本当になんとこれ可愛いって思ってくれた花嫁さんに朗報です。ワンプラスワンさんがね、同じものをもう一つ作ってお店に置いてくださることになったので、ファンの皆さんなどなど可愛いと思った方、ぜひウェディングで着ていただけます。またまたヘッドピース作りたくなってしまって、最後のフィナーレの時に被るヘッドピースをパールで作ってもらってます。このパールはバロックパールじゃなくてチュルンとしたパールです。なのでベールアップしました。だって2人がこう何か証明するのではなくって、うん、じゃあ皆さん結婚の証人拍手お願いしますってわーってなったら、通常でも20分かかんないくらいなんですよ。これだと多分15分くらいだと思う、うん、手元なので、こうなんだろうな、自分だけが見えてるというか、皆さんにこうちょっと見せるようにしなきゃいけないので、割と動きを大げさにしてもらったり、カメラマンも多分近くに指をこう隠すように持っちゃいけなかったりします。下から入れなきゃいけない。こうやって、そう、手の甲が上に来ちゃうと指が隠れちゃうので、性的にこうはダメなの、うん、こうか。そうです、そうです。あ、これ綺麗ですか。綺麗。カメラ皆さんに向けるようにちょっと斜めにする、サービスショット。そう、意外とね、ここの指の毛がでも言ってた、みんなインスタのコメントでシェーバー持っていった方がいいです。ここの毛やっぱ気になります。こうアップに。ダンがやる気満々すぎて、私新婦よりも綺麗にしたいっていうことで、どっちがどっちの手か分かんないっていうぐらい綺麗にケアしようかなとか言って笑ってます。じゃあ僕今日からネイルも手袋もして手ちゃんとケアしますとか言ってまた笑ってます。ほんで本当にしてたんだけど、え、めっちゃ綺麗だけど、私何もやってないんだけど。はい、手作りタイムも始まりました。これね、テーブルに置くテーブルナンバーのプレートです。あ、気持ちいいね、こういう絵を描いてる瞬間って気持ちいいよね。あ、これはテーブルの上に置く名前、あ、なんて言うんだろう、飾りをアクリルで描いてます。こういうのをやりたかったんだよね。なかなかお仕事とかしてるとこういうの作ろうっていう機会ないからさ、楽しいね。夜な夜なね、お仕事とか合間とか終わった後にこうやってろうそくに絵描いたりとかしてる時間が幸せでした。バキュン。かわいい。いやー、ふわふわだ。
かわいい。よかった。ウンチ系のベッドにするか、逆にめちゃくちゃウサギっていうのもあるの。どっちがいいかなと、こっちは大人っぽいからウサギっぽいけど綺麗って感じ。はいはいはい。こっちはめっちゃウサギ。いやミキさんお願いしてよかった。大丈夫、いい感じ。ありがとうございます。やば、かわいかった。やば、もう想像を超えるほどの可愛さで、もう胸がいっぱいです。どうしよう、超楽しみ。やばいやばい。そうこうしてるうちに本番数週間前になってきて、駆け込み美容です。クリニックに来てます。東京私の今の肌悩みは完全にニキビ跡、しかも顎の、マジで治らない。いつもこの東京トータル美容クリニックさん行ってるんだけど、今回水光注射です。これでやるらしい。かなりいかつい。ちょっとこの辺当ててみましょう。はい、どうでしょう。あ、全然大丈夫です。これまた全然痛くなくって、やった後ね、本当にお肌がパーンって張って元気になった感じがしました。韓国アイドルみたいな陶器肌を目指します。ついに本番3日前、髪の毛切りに来ました。カラーは前回やってた色に、はい、暗めで一生明るくしてたいって言ってたのにいや本当人間は変わるものです。絶対に金髪でいるって言ってましたもん、うん、おばあちゃんになって金髪ブリーチしてたら髪の毛やばいかなとか言って本気で心配してたけど、うんこれはもう作品です。妻さんの作品が生まれました。お、お、店長です。あ、店長、 こちらですね。うん、どうですか私のビボブは。あ、いい感じ。やお、自撮りセルフィーするの。あ、お、お、あなたんとこのズマさんはお上手ですね、うん、こんな美しいビボブにしていただいたんですよ。うん、次は結婚式で会いましょうね。うん、うん、ネイルは数ヶ月前ぐらいからもうずっと考えてた。ウェディングの時のネイルどうしようかなって、リハーサルしたりとか。で、こうやって私は iPad で事前に書いてデザインを伝えてやってもらうことが多いです。今回全部パールにしようと思います。飽きないしね、パールって。これ前回こんな感じ、いつもは色味があるからこんな感じで、リファレンスの画像も結構色味があるんだけど、そう、こんなテニスをしたのでテニスの気分でとか言ってやったりとか、あのポピーの新作作ったお洋服のデザインをやることも多いです。マジネイリストさんってすごいよね。これも造形作品だもんな。私ネイリストさんにもねなりたい、生まれ変わったら。これ宇宙みたいなとこに入れて固めます。はい、出来上がりは当日のお楽しみにっていうことで、次まつげ。まつげは私ほんとね大事ですよ。これ外したらこんな感じやからね。めっちゃもう薄い薄いまつげでね、ビューラーのやりがいもないし、マスカラももう消費量やばいしで、まつエクをずっとやってます。はい、決まった。次はお鍋を食べに来ました。と違います、これはよもぎ蒸しです。おしゃれな蒸し屋っていうよもぎ蒸し2回目なんやけど、ちょっと見ててくれる？こんな感じでね、お鍋の上に座るんですよ。そしたらね、これですよ。え？タコ？ゆでだこの擬人化？やばくない？めっちゃすごい汗出んねん。完全にデトックス。終わった鍋の中身を見て、今の私の体の体調とか、そういうのを見てくれんねん。え？嘘でしょ？あの朝芸女がジムに来ている。運動している。結婚式むくみたくないので数日間頑張って運動しました。ついに前日、なんと結婚式の当日ね、ゼクシーさんが密着をしてくださるということでミーティングしています。ここで
まるまるさんに乾杯いただきましょうって言って乾杯の方がありがとうございます。行きます。そしたらここでこれこのままずっと曲流しっぱなしです。おばあちゃまがお席に戻りましたら、ここで新郎さんが隣に着きます。でなっつってリハからね、もうこれが本当に実現するんだと思ったら嬉しくて泣いちゃいました。パキュン。ということで、次の動画でみんなには結婚式当日の様子をお届けしようと思います。もう楽しみ、楽しみすぎてやばい。あーどうしよう、こんな楽しみあるかな。成功するといいな。なんかいろいろさ、サプライズ、ゲストへのサプライズを用意してるからさ、それが全部成功しますように。ゲストのみんなの喜んでくれてる笑顔を見てゴールっていう感じなので、それでは次の動画で結婚式当日皆さんもぜひ動画で出席してください。お願いします。じゃあ次の動画も見てね。バイバーイ。せーの、バキュッ。